はいはい、この皆さん、こんばんは。毎日雑魚女ドレミファ音符姫ちゃん。みんなが一度は弾いてみたい曲にお答えできます。エリーゼちゃんのためにが弾いてみたい。ミッキーマウスマーチが弾いてみたい。子供たちもいろんな曲が弾いてみたいと先生にちゃんと教えてくれます。練習曲が難しいときは好きな曲を弾かせてあげるのが一番だと思います。エリーゼちゃんのためにベートーベンちゃん。エリーゼちゃんのために最後は
ぬるんでていってだんだん死んでいくように消えていくという意味でございます。簡単な曲もゆっくり練習すれば必ず自分に自信が持てるようになります。自信を持つ、持たせる、練習してできるようになるから、あ、嬉しいな、たら嬉しいな、できたという喜びに変わります。先生の機会ではなく、いつも手も冷たく冷えております。体の不自由な方、耳が最近聞こえにくい方、いろいろ緑内障の方とか、体の不自由な方、もちろんお年寄りも、最近皆さんどこか調子が悪いところがあります。少しずついたわってあげましょうね。我先に急いで行くのではなく、お店に入るときも別に急がなくてもいいんです。お先にどうぞと席を譲ってあげましょう。我先にと走っては、すってんころりん、あーおういたけんになってしまいます。自分は別にゆっくりでいいんです。人より先に慌てることなく、人に席を譲ってあげたり、お店に入るときもお先にどうぞお入りくださいと言えるようにしましょうね。それではね、ベートーヴェン、エリゼのためのお届けいたしました。まだまだピアノ演奏の引き出しはたくさんございます。優しく皆さんの思いやりにいたわりの気持ち、言葉の話し方も大切にしましょうね。あなた早くしなさいではなく、そうそう、本当にだんだん良くなってきたわよ、もう少しこうすればもっと良くなるわよといった言い方、話し方に変えると、すんなり皆さん素直に聞いてくださると思います。話し方、人に好かれる話し方、人に嫌われるアドバイスの仕方というのがあります。優しく、分かりやすく、人にちゃんと受け入れられるようなアドバイス、話し方というのは先生も気をつけたいなと思っております。それではね。